いやすごいね。何人ぐらい来てるんでしょう。全然見えないけど、ここから。この中にカメラマンって何人ぐらいいるんですか。手を挙げてください。1、2。あ、でも見えないけどね。あ、でも、まあですね。みんな周りの人ってなんかこう知ってる人ばっかりですか。知らない人ばっかり。ちょっと隣、知らない人になんかちょっと自己紹介 しましょうよ。みんなお互いなんかこう知り合いも、みんなファミリーだから、今日からみんなファミリーですからね。ハワイカメラファミリーなんで、どうぞ。なんかこう、僕もなんか、僕なんか来てる。ジェイソン超有名な考えだよ、まあ、OKOK、そんな時間ないんで、もうそうですね。いや、でも、なぜこのセミナーっていうか、ワークショップしたかったっていうか、ちょっと話聞いてない？18年、約18年前ぐらい、写真を始めたんですけど、その時って本当に何も経験も何もなく、本当にゼロから何も分かってない状態で入ってきて、でその中で宮城先生いますか。宮城先生、ちょうど後ろに宮城先生いるんですけど、こう今あのハワイカメラでいる宮城先生は、18年前に僕が本当に初めて写真を始めた頃に、会社も何も関係なく、本当に何も関係ないんだけど、とりあえず一緒にこう人、本当にウェディング1回だけなんだけど、1回見せてもらって、もう来てって言って、で見て、でそれでまあある意味でも、じゃあさよならって言って、だからそのオールドスクールって言うんだけど、オールドスタイルってやっぱりこうやってこう教えるっていうよりも、じゃあ見せたものを、じゃあお前がもう盗んでいけっていう感じで、自分から見て持っていけっていう感じなんですけど、それがまだ本当にすごい印象的に残ってて、まだでもすっごいありがたいと思ってるんですよ。今でもずっと先生と呼んでるんですけど、本当に宮城先生、本当にありがとうございます。もう20年前も昨日みたいな感じで本当に覚えてるんですよ。あのユニティチャーチで一緒にあのウェディングに行かせてもらったことで、そういう先輩っていうか、もう先生もいて、あともう一人ジャッキーさんもそこにいるんですけど、本当に初めての何回も初めてっていうね、初めて写真始めた時に、あの同じ会社に入った時に、あのもう全然何も会ったこともないのに、じゃあ来てって言って、じゃあこいつにちょっと写真のことを話せって、なんかボスに言われたよね。で本当その時にもう細かく丁寧に、もう何にも分かってなかったけど、なんか紙になんかすごいなんかナプキンみたいな感じで、あの露出のこととか絞りとか、そういうのを全部こう教えてくれたよね。この立ち位置のこの距離とかで、だったら絞りこうとか、すごい本当に、まあ本当に、まあ、思い出したら涙ぐらい出ちゃうぐらいな、嬉しかったし、こんなのやる必要もないじゃないですか。何もつながってないんですよ。で同じ会社だけど、例えばもう一人入ってきたら、もちろん仕事も減るじゃないですか、ある意味。こうやって分けられる。ごめんね、日本語ファーストランゲージじゃないんで、たまに変な日本語が出るけど、ちょっとね我慢してね。まあでそういう先輩たちもいて、僕もなんかいつかそういう存在になれたらいいなとか思って、でこのなんかいい話、このセミナーをする話が来て、なんかそういう気持ちでこうやりたいなって思ったんですよ。ごめんね、みんな前の人たちだけちょっと目線を合わせるんですが、本当に他に誰も見えないんですよ。この光で So I'm talking to you とかね。でもでだからそういう、まあ、本当気楽な感じで、まあ、このセッティングでこれを撮ったらこれを撮れるよっていうよりも、なんか全体的にこう
僕がセミナーに来て話を聞くんだったら何がいいだろうっていう感じで話したいなと思うんですけど、まあでもその前にとりあえずこいつなんか何を撮ってるんだろうとかどういう写真を撮ってるんだろうとか思ってる方も見たことない方もいると思うんで、まあスライドショーじゃないけどちょっと写真を何枚かお見せしたいと思うんですけど、まあだいたいこういう感じな写真、あんまり自分のことでちょっと恥ずかしいんですけど、感じとかウェディングこういう感じ、うん、ちょっと知らない人だけどねMy wife です、光とか、なんかすごいシーンとしてるけどね、ね、バビーズちゃうってバビーズとかね、まあ最近よくあるスタイルですけど、ちょっと何枚かあるけどちょっとねちょっと飛ばしていこうか。アトラスと、okay、でそこからちょっとメールでさ質問が来たんですけど、そのままちょっとカット&ペーストしてもらったんですけど、みんな読めます？みんな日本語読める方？僕読めないんだけどね、自分でこうやったんだけど読めないんだけど、まずシャッシャッターを切る前に何をするかって、必ずみんな写真を撮ってる時にたまにあるじゃないですか、こうまあジャパニーズウェディングだったら必ずここで撮らなきゃいけないとかあるんですよね、まあモアナホテルだったらその階段とか正面玄関とか必ず撮らなきゃいけないっていうマストカットとかあるんだけど、ですごい作業的になる可能性が高いっていうか、多分もうはいここで立たして、はいここに、はいじゃあこっち見て、はいだ見つめ合って、はいじゃあ後ろ姿、はいはい OK 行きましょうみたいな、こういう感じでなんかすごいロボット的なちょっとゾンビフォトグラファーみたいな感じな感じがあるんですけど、多分まずねそこもそういうケースにもイメージがあると思うんですよね。いやまあ階段に立たして、じゃあそこに撮って、じゃあ後ろ姿撮りましょうってそういうイメージがあるんだけど、それ以外にまあそこまで行く前にいろんなステップが、とりあえず僕が自分でこう考えた必ず初めて現場に立つステップがあるんですけど、まずいろんなこの部屋でもまず何を考えるかって、まず何を見るかっていうか光ですよね。光がどういう感じに来てるとか、どういうことに来てる、どういうふうにここに当たってるこう影ができてるとか、まずそこを考えて、で状況を見て、で頭の中でイメージをするっていう感じで撮るんですけど、とりあえずね、そこまでするのには毎日毎日練習って多分何回も何回も練習ってこう言葉が出てくるんですけど、普通にこう外に歩いてる時っても全然こう、あこういう感じだったらここで撮るなとか、なんかこう頭の中でこうシャッターを切ってるんですよね。なんかそういうふうな、もうそれもエクササイズなんですけど、運動、頭の運動なんですけど、そういうところで見た方が絶対この写真が変わると思うんですよね。ただ写真を撮ってるだけじゃなくて、やっぱりプロカメラマンだったら自分が頭に入ってるイメージを、そこを実現をするっていうのがプロで、
ただその状況であったものを取るっていうのはアマチュアだと思うんですよね。だから自分がイメージをしている、だから光を見たらその光を使うっていうのがあのプロの技っていうんですかねっていう感じで僕が思うんですけど、すごいそのノートから全然外れちゃったんですよね今でもね、あるまあ、次行こうで、まあ、あのその光の話なんですけど、あのね、あとジャパニー、まあ、本当にジャパニーズウェディングっていうジャンルが僕があの一番こう多いあのお仕事をもらってるんですけど、まあ、決まってるものが多いですよね。やっぱりやっぱビーチは決まってて、お支度シーンとか、まあ、挙式もあるんですけど、じゃあビーチ、じゃあ例えばビーチに行きましょう、必ずビーチに撮らなきゃいけないっていうケースがもちろんあるんですけど、でそこであのすごい縛られてる可能性があるんですよね。縛られる可能性もある。いやもうビーチがあって、どんな光がどこからも来てようとビーチが撮らなきゃいけない、だからまあビーチで撮る、バシバシバシ、はい、じゃあ行きましょうっていうケースがすごい多いんだけど、特にね、まあ、もちろん素敵な風景、もうビーチ撮ってても本当に日本にいる方とか、もうメインランドにいる方、すごいすごい綺麗なハワイのビーチがあったらすごいいい写真が撮れるんだけど、まあいい風景はいい写真が撮れるんだけど、それにさらにいい光を入れたらもっと素晴らしい写真が撮れるはずなのね。だから風景だけにはめられるケースよりも、例えばね、例えばね、例えばね、聞いてね、あ、見てね、例えば、うん、これもちょっとねバックグラウンド関係ないんだけど、まずこのお客さんにはとりあえずこの、ま、外のガーデン撮影っていうか、これはビーチのところだったんだけど、これ撮って、まあ、あ、これも写真もすぐのカメラから出た何もいじってない写真なんですけどね、まあ撮って、まあまあ綺麗じゃないですか、光がこっち来てちょっとショートライトでもうちょっと綺麗、まあこういう感じ でだけど、なんかね、もうちょっとただ花嫁をちょっとこう回して立ち位置をちょっと変えたらどうなんだろうって言ったら、でこういう写真、ちょっと変わった写真が撮れるっていうか、でまあでその後あのポストプロダクションでもうちょっと顔とか明るくに、こうプロジェクターすごい暗いんですけどね、もともとはもうちょっとちゃんとした感じで撮ってるんだけど、でもまあヘアライト、リムライトあってちょっと逆光、まあこれは逆光なケースなんだけど、でちょっとだけビスペクス、そういう感じなんですよね。だから光を使って、であと最近あのカメラマンの中で、この中で、いや僕は、私はあのナチュラルライト、自然光を使うカメラマンだって言う人っています？誰も手挙げないよね。誰も手挙げないですけど、もうね、で全然、もちろんね、今全部僕が言ってることは正しいやり方って、正しいっていうよりもそれ僕のやり方だから、マイスタイルだから、全然ヨースタイルと全然違うかもしれないし、で全然いいんですよ。例えばね、全然自分がこう何をしようと、でもこれは僕が言ってる感じで、じゃあナチュラルライトはいいんだけど、じゃあ例えば今日みたいに雨降っててすごいこもってるとか、そうなったらどうなるんだろうと思って、ナチュラルライトフォトグラファーさんはそういう時って何をするの？人工のライト使う？やっぱりそうだよね。でもそうするしかないよね。例えばね、まあこれも、まあ、例えてはなるけど、これは例えば普通のホテルで撮ったあのステアウェイの、別にいい写真か悪い写真か別として、まあ、It's okay でしょ。でもどうだろう、なんかちょっとフラットだなとか思って、もうちょっと何か
できるかなと。でこういう感じでちょっとやってみたんですよね、この前。ちょっとだけライト入れて、もうちょっとドラマチックかなと思って。であとね、まあ、またちょっと話がずれるんだけど、ライトの、まあいいか。ずれなくていいか、話。やばいか。ずれてほしい？ちょっといい？ライトの当てか、ここをこの写真を見たら、この上のランプがあるじゃないですか。そのランプはビジュアルキューなんですよね。これは考えて入れたというか、たまたまあったっていうよりもビジュアルキュー、これはランプじゃないですか。だから頭の中にそこになんかランプとかあるんだろうなって言って、でストロボそこから見えないんだけど、多分基本は皆さん多分、まあ、ストロボはなんかライトスタンドを使っても 何やらコーディネーターさんを使っても前から当てると思うんだよね、多分。でまあまあ、それもそれでスタイルでそれはいいんだけど、こういうライトの当て方は完全にライトを使ってるんだけど自然に見えません？なんとなくちょっとまあ自然に、そんなにはもうなんかそこにもう一個その奥になんかランプがあって、そういうライトが入ってきたんだなって言ったら、ああそうなんだすごいねとか思うんじゃないですか。そこがすごいやっぱりポイントなんですよね。すっごいなんか細かくいくつもりじゃなかったんだけど、そういう例えばライトとか使ってできるだけ、まあ、じゃあライト自然光なかったらじゃあライト使いましょうって言っても意味がないとダメなんだよね。意味っていうか、あと理由がなきゃいけない。例えばサンセット状態で太陽がこっちに落ちてたら、ライトこっちに当てたら完全にあれなんでここからライト来てるんだってなるでしょ。だから何か入れたら、でも例えばそこにサンセットの場合でもここになんかランプポストとかなんかこう何ていうのそれ、街灯があったのフレームの中にあったとしたら、あもしかしてそこのなんかの街灯のライトが当たってるなとかっていう、もう普通に見てる人がなんか自然にもっと自然にあーってなんか落ち着くんですよね、写真が。まあこれはカメラマンの中のお話で、その一つのまあレッスンなんだけどね。だから、まあ、このセイング、言い方ってこうことわざで聞いたことあります？光はキャンバスで影は絵の具って、それはカメラマンはみんなそうじゃないですか、やっぱり、ね、でまあみんなまあじゃあ光を見る、僕も今光を見るって言ってたんですけど、最近僕自身は光を見るより影を見た方がなんかもうちょっとアーティスティックにいけるのかなとか思ってきて、もうちょっと影を見るようにしてるんですけど、もう一個いい例えがあるんですよね。これは自然光の人たちにも多分すごい分かりやすいと思うんだけど、みんな知ってるよねこの人、まあ、こういうまあ、でこれで、まあ、今のまあインスタグラム時代でまあちょっとこうちょっとなライティングふわーってなってる、何も影もない何も写真みたいな感じだけど、僕が言ってる影を使ったら、写真って夜にもうこれ見たらもう完全にもう孫悟空やけど、もう完全にフラットじゃないですか。やっぱり写真もフラットよりもうちょっと影プレイとかあったな、もう 3D 感が出すのがすごい写真に大事だと思うんですね。でじゃあ孫悟空をこういう例えばスタジオの中で孫悟空を連れてきてこうやって撮って、じゃあ何をしようかっていうか、影を使おうって言ったら全然違うと思うんですよね。だからこれで見たらすっごい分かりやすいと思うんだけど、みんな多分影を怖がってる可能性があるんだよね。逆に影はすごいフレンドだと思うんで、写真家として影はすごい大事だと思う。全然違うよね、影を入れてどう思う感じなんですけど、あとなんか質問とかあったらもう全然どんどん言ってくださいね。こう喋ってる途中とか、すごいジャパニーズピープルはすごいシャイだから分かるけど、
もうガーンってこう、えいとかね、なんか目つきでなんか、ね、大丈夫？何もない？まあね、だから、あとね、もうすっごい話飛んじゃった、本当にごめんなさいね。まあ一個ちょっと話聞いて。初めてね、また元初めて の過去に生きてる人間みたいな感じだけど、初めて撮った時に初めてのね、みんな多分こういうケースがあったと思うんだけど、本当は18年前、もう全部昨日みたいに覚えてるんだけど、ブルーラグーンっていうところがあってね、そこが初めてデビューしたところなんだけど、僕ともう一人ちょっと あのサブのカメラマンがいて、もし万が一何かあったらって言ってでいたんですよね。で初めてデビューして、もう挙式からその時代って、その時代ってね、あの中盤のフィルムの時代なんですけど、20カットアルバムっていうのがあって、本当に1ページ1写真で貼ってて、あの中盤というミディアムフォーマットというカメラを使ってたんですよね。すごいでかいで、フィルムもこれぐらいでかいやつで、ロールフィルムなんですけど、そのフィルムは24枚撮りだったんですよ。でそれでまあできるだけそのフィルムが高いからワンロールだけで抑えてっていうルールだったんだけど、20カットアルバムを24枚撮りでだよ。でフォーマル写真ダブルね、2人カップルの2つ撮って、もし万が一目をつぶったりとかで、あと花嫁さんの写真を2カット撮ってって言って、あと残り2カットね、もし何かあったらね、ジャッキーすごいよね。でそういう時代で、だからそういうプレッシャーもあるじゃないか、すごいプレッシャーで、まで半年初めてね。で挙式の時間になった時はもうあまりにも怖くて撮れなかったのね。だからそこにいたサブの、サブっていうか、そのまあ先輩カメラマンに、ごめんねちょっと挙式だけは撮ってって言って、だから挙式撮ってもらって、その後なんかガーデン行った時に撮ってもらったんだけど、すっごい悔しかったのね。やっぱりなんていうのか、もう二度とこういう経験とこういう気持ちをならないようにって自分に誓って、もちろんその後は撮ったんだけどね、まあ、上手い下手は別として撮ったんだけど、すごい恐れっていうのがすごいすごいことですよね。いろんなことを自分をストップをかけるじゃないですか。なんか、まあ、チェンジするとき、なんかこの場でなんか質問したいなとか思って、ちょっとなんか言うの言わないのとか、ね、どっか引っ越したいとか、私はメインランド行きたいけど、でもちょっと怖いな、そう行きたいのとか、いろんなことをストップするじゃないですか。で僕もそこの経験をして、実際にもうずっとトレーニングしてて、一生懸命もう毎日毎日トレーニングしてて、もう取れる状態だったんだけど、で本当にその次に取れたんだけど、その時はもう怖すぎてシャッターを切れなかったっていうのがなんだよね。でなぜその話をしようとしたと思って、俺もよく分かんないんだけどでもね、いろいろ今どんだけな何年か取っててもそういうところもあると思うんだよね。やっぱりこれをやるの嫌だなとか、例えばね、ナチュラルライトフォトグラファーさんは、私は自然光なんでいつもあそこに見るって言って、見えるから他の人全然見えないからね。なぜ私はナチュラルライトフォトグラファーっていうか、もしかしてストロボ使い方は分かんないんじゃないとか思うのね。だから簡単じゃん、いや私はもうストロボは使わないんだよって、私はもう自然光だけを使って撮るんだっていうの、まあ、であとね、まあ本当に使いこなせて、で私はナチュラルライトを使って撮るんだっていうのは全然いいんだけど、だから怖かったらいけないと思うんだよね。その前のエグザンプルとかも見ても、それも先週で撮ったやつなのね、階段のところ、階段の写真で、まあ just try なんだよね。なんかあんまりこう怖がってなくて、いろんなものをトライしてほしいなとか思うんだけどね。もう20年近く撮ってても毎日毎日
どのウェディングに出てもなんか一回ワンカットだけ新しいものを撮りたいなとかいつも言ってで僕的に僕もなんかもう毎年テーマを決めて今年はもうちょっとストロボを覚えようっていうなんかテーマを決めてどん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 なんかこう自分をこうアップアップっていうね、みんな素晴らしいあの若いカメラマンとかもどん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 来ててね、ジジイとかはねちゃんと頑張らないとね、しょうがないんだけどね、そういうことなんだけど、また話飛んじゃったね。はい、はいはい。どんぐらいその時時間取ってみます？これタイムマネージメント的な話。お、タイムマネージメントある。あります。うん。じゃあ後で。うん。でもありがとう。質問して。いやいいな。マサさん初めて質問してくれたんだ。ハワイカメラ25ドルギフト券。全然答えしてないけど質問しただけで。だからどんどんちょっとね、そうフリーこれね、いろんなギフト券があるんですけど、これは JJ のギフト券、わー、ハワイカメラギフト券もこんなにいっぱいあるよ。 T シャツも欲しい人、まあ質問だけじゃなくていい質問してくれたら渡しますんで、インセンティブとして。全然もう本当にね関係ない写真でもね、ドラゴンボールの話でも全然聞いてください。ちょっとそこは詳しいんで。 OK。 お、ちょっと行き過ぎた、ごめんね。はい、じゃあまたそのナチュラルライトに戻るんだけど、この写真撮った時この現場はまあ本当にこういう状態だったんだよね。本当にナチュラルライト、多分ね、まあこれでまあまあいいから撮るよね、撮っちゃうよね、撮っちゃうでしょとりあえずなんかもうまあ撮らなきゃいけないっていうのもあって撮るでしょ。でもね、じゃあライト、これも本当にライト1灯だけで撮ったんだけど、じゃあライトを入れようとしたら、これだけの違いが絶対出来上がるんだよね。だからストロボライトとかを覚えましょう、みんな。やっぱりツールだからためになるもの、だから怖がって使わないものじゃないんですよね。でプロカメラマンはやっぱり光を操れられなきゃダメなんだよね。だからまあこういう感じで撮れるんだけど、あとね、サンセットフォトツアーで撮ったことある人、イエーイみたいな、はい。で今日みたいな日、雨降ってるとか曇ったりとかあって、まあエージェントさんによって、ああじゃあ撮れないからダメだねって言って、でももしカップルが雨、どんだけ雨降ってても写真撮りに行きたいって言ったらどうなる、どうする、撮りに行くか。でこのカップルは本当にこのワンカットしか撮れなかったんだけど、本当にあのサンセットフォトツアーの時に行って、まあその時は歩いてった時は雨降ってなかったんだけど、突然にボーンってすっごいもう信じられない雨が降ってきて、みたいな感じで、でここも立っててカメラも濡れるわ、でもね、でお客さんはもう、いやもう雨これは撮れないっすよねっつって、もうね、で自然光のカメラマンもどうするみたいな、あのごめんね、ずっとそういう見てるけど全然そういうつもりで見てるわけじゃないからね、可愛いから見てる、はい。でだからもうどうしてもワンカット撮りたいってお客さんが言ったのね。だからっつって、だからさ、まあもうこれぐらい暗かったんですよ。で雨降ってるなみたいな、どうしようかな、まあでもワンカット、じゃあお客さんに言って濡れても大丈夫っつって、ワンカットだけだから濡れて、じゃあそこで傘で立っててっつって、でちょっとセッティングして、じゃあオッケーって言った時はもう傘を投げ飛ばして、なんかガーンってなんかちょっとね、こう寄り添って、こう取ってください、あ取ってくださいじゃなくてこうなってくださいって言ったのな。
で、そのこのワンカットしか撮れなかったんだけど、でその後すごいびしょ濡れでもう全部アウトだったんだけどね。だからやっぱりあのライトっていうのはすごい大事で、みんな本当にこれも普通になんかまあね、すごいテクニックっていうわけでもないし、ただその場で使ってもうすぐにパンってセットしてポンってして、はい、じゃあもう多分10秒ぐらいで終わったんだけど、絶対みんなそのどのツールでもカメラでもライトでも何でも自分のものをツールとして使った方が絶対あの、もう一個話していい？何時ぐらいの今？これ一郎の話なんだけど、この前あの一郎がテレビでインタビューしてた時に、あのインタビュアーが一郎さんすっごいなんかバットをすごい磨いて、綺麗に丁寧にいつもバッグに入れますよねって、他のメジャーリーガーとか、まあ野球の選手とかアメリカの選手のバンバンバンバットなんか投げてボーンって入れて、カバンだから自分のバットみんな持っててカバンに入れるんだけど、ボーンボーンボーン入れて、はい行きますって言っても、イチローはすごい綺麗にちゃんとしてバッグにて保存するっつって、なんでイチローは、まあ、別にバットはバットじゃん、折れたらもう一個取って使えばいいじゃんみたいな、なんでイチローはそんなにこうもう細かくバットをそうやってケアするのっつって、でイチローはまあね、もう野球選手ってもう本当に子供の頃から野球をこう練習していろんな試合とか出て、もうね、まあ、もう週末でも学校の後でもすっごい練習してもう何百時間とか入れて、ね、血も涙も、ね、ドロドロになっても何はあってもして、やっとこのメジャーリーガーでもどのレベルでもいいんだけど、それぐらいに時間を入れてやってきたもので、結局野球ってバットを使ってボールを打つものでしょう。だから最終的のアウトプットがそのバット&ボールじゃないですかって言って、でその最終的に結果が出る道具に対してそこまで乱暴扱いして、どうでもいい扱いをするのがすごいもったいなくないですかって一郎は言ってたのね。でそれと思ってて、まあそれはそうだよなって言って、でもまあ別にカメラをずっとすごいピカピカ磨けって、まあそのちゃんとケアとかメンテナンスとかしてなきゃいけないんだけどでもね、あとね、ある意味そうやってすっごいお金を使ってもう何百万とかする何万ドルの世界で機材を買うじゃないですか。じゃあレンズも何万何十万円だったらドルの方がいいか、 何千ドルとかそういうふうなのになってて、そこまでお金をかけて買うものを、じゃあなんでお金は自分にか、そある意味ね、最終アウトプットはこれが道具で、自分も最終アウトプット、ちょっと話がずれるけど、最終アウトプットが自分じゃん、なんでもっと自分にお金をかけないのかとか、あの意味はまあ講習とか行ったりとか本読んだり、まあ練習、なんで練習しないのって僕はいつも思うんだけど、そこまで、まあ、これはプロカメラマンになる人のたちの話なんだけどね、まあ、お金に見えないものは分かるけど、じゃあでもあちょっと高すぎるなとか、あちょっと遠いなとか時間ないなとかなるのに、俺はすごいこのもうまたもう20年撮ってても今一番すごい講習を言ってるんですよ、やっぱり今まで人生をもうどれだけ何回も言ってて、で毎晩、まあそのオタクだけどね、毎晩カメラ系のウェブサイトやら見たりとかそういうふうなのしてるんだけど、それは別にいいんだけど、趣味でやってるんだけどね。
だからどの職業でも最終アウトプットが一番大事なのに、だから最後までのステップが一個どじったらもう本当になんかこうね、もったいないなとか思うんだけどね。話がずれちゃった。 OK、 質問なんかあります？おう、はいはい、はい。ライトってストロボですか？どのストロボ？種類とか？はい、はい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 、はい、ハワイカメラで送電してくれたいってこうマサさんが言ってたけど、いやでもそれは機材を選ぶポイントはでもね、やっぱりまあバジェットもありますし、まあでもねやっぱりバジェットですね。例えばものによってスタンドはある意味どのスタンド買っても使えるのね。特に室内とか使うんだったら、外に現場に行くんだったらあんまり軽いと落っこちゃうとか倒れちゃうとかそういうのはもちろんあるんですけど、例えばエディターの仕事でそれだったらもちろん、まあ、あとスレーブも買わなきゃいけないんですけどね、カメラからこう電波を送る操作とかも使わなきゃいけないんですけど、ね、難しいですね。ストロボを使うのは本当に難しい。多分光を操るのが一番難しいと思うんですよ。だから難しいものって勉強しなきゃいけないよね、みんなで練習しなきゃいけないよね。それがすごいポイント。だからね、基本的に何買ってもいいんだよね、もうちゃんと動けば。でもちろんなんかすっごいでかいテーブルで撮ってるんだったら1棟とか2棟とか3棟とかだから、でもやっぱりライター的には多分1品とかそういう感じですよね。だから基本的に何でもいいんだよね。そう、練習するのが大事ですね。でも全然練習できますよね。だって家で必ずご飯とか食べるじゃないですか。ポン置いて、ああ何がいいんだろう、このライト国の基本的にまあ何も人も物も基本的に、これは一つポイントだけど、基本的に逆光で撮った方が綺麗に撮るんだよね。だから前からボーン行くよりもちょっと横から真後ろだったらもうそういう逆光じゃなくてね。でもだからこうでアレンジしたのがポイント。だからまあ要するにバジェットに入る買えるもんで全然多分大丈夫だと思います。よかったんじゃない？欲しい？なんか何か欲しい？じゃあハワイカメラで相談してください。25ドルギフト券ありがとうございます。 OK、 いいね、楽しいね。もっともっとあげたいんだけどすごいいっぱいあるんですよ。なんかすごい質問いっぱいしてほしいなみたいな。僕いつもなんか話がずれるから。あ、はい、セッティングですか？セッティングは何だったんだろうね。とりあえずお祈りもしたよ、その中でうまくいくといいなみたいな。そのセッティングも一つはいきました。やっぱり、ね、一回もう傘を下ろしたらもうバーンって濡れちゃうじゃないですか。ヘアもダメでドレスもダメ。だからその一発勝負だけど、まあ、基本的にマニュアルフラッシュ、露出はストロボ扱いとかこういう風な時に撮る時は基本的に何がポイント、何が露出を当てるか、だからこれもイメージなんですよね。何どういう感じで撮りたいか。僕はちょっとシルエット的に撮りたかったからアンダーエクスポーズですよね、基本的に。でライトでこうハイライトだけ入ったらちょっとこうちょっとある意味飛ばし気味に撮れるっていう。だからセッティングはやっぱりもう今言えないけど、その場でまあなんか見たら分かるかな。 Welcome back。
すっきりした。ああ大丈夫。そうそうそう、だからイメージ、これもこういうふうな何もでもやっぱりこういう時 に限ってイメージしてないとダメだよね。もう本当に一瞬10秒しかないから、それであこれだ、あこれダメ、あこれダメで、いや一発取ったらストロボがリサイクルが遅い遅い、また光んない光んないみたいななったらもうアウトだから、もうイメージして撮るっていうのがやっぱりすごい大事っていう感じだよね。あ覚えた。僕の話してたの1時間ぐらい、あ1時間も足んないけど、ね、30分ぐらい前って、僕はいつも現場に入って何を考えるかっていう話をしてたよね。だからだからね、だからこれが多分 僕のいつもあのポイントなんだけど、いつも現場に入ってまず光を見る、はい、光が先で風景が2になる。みんな多分風景をまず見てで光で行くと思うけど、光風景ってなって、で次はこうイメージで、そのデータがあって、いろんなデータがあるよ、ここのこのデータがビューってコンピューターなんだけど、ボロ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 ってボロボロって出てくるのは、はいじゃあこれを、あじゃあこれをだ、こういう写真を撮りたい、じゃあこういう写真を撮るのにはここに立たせて、だからそこに入って、そう A ちゃんの質問あって全然答えてなかったね。そこをイメージしてから立たせる。最初に立たせて、じゃあこの状況だったらどうやって撮ろうかなって、もうね、そうなったらその状況の言いなりになっちゃうよね。だから自分の撮りたい絵にはなんないっていう質問なんかあげたっけ。あマジだ。そうそうそう、すごい使ったのに。めっちゃめっちゃ、はい、じゃあ JJ のギフト券。そう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 。めっちゃ飛ばしちゃったね。ごめんなさい、本当にこういう時もよくあるんだよね。撮影する時も、はいここに行きましょう、はい気が変わったこっち行きましょうってたまにあるんだけど、 I don't recommend that to everybody、ね、でもまあだからなんだっけ。 OK ごめんね。そうで、まあとりあえず、まあ、先輩の話もしてて、そのステップとかも、あともう一個ステップあったんだけどね、すごいもう頭ポーンってこう飛んじゃうんだけど、あはいはいはい、それでまた言ってることを忘れちゃうけど、はい、はい、はいはいはい、はい、あそういうセッティングですか。カメラいろんなセッティングね。まあまずとりあえず僕はこういうセッティングしてました。あ違うね。ストロボはやっぱりちょっと後ろ下でこう上に当てて、なぜかというとできるだけ落ちてる、これは全部水玉なんですよね。多分わかると思うんだけど、これが雨降ってる、これが全部雨なんですよ。だから雨がライトアップするためにちょっと下、ちょっと上向きにボーンってこう水玉を当てて、ちゃんときれいに水玉で、あとはまあこれもこのセミナーには そこまで詳しくはこう入んないんだけど、レンズチョイスね。例えばこれはワイドレンズで撮りました。成功するか成功しないか分かんないね。成功するか、これは基本的にロングレンズで、あの長玉っていうか、あと何て言うんだろう日本語で、うん、しか知らないよ。あ望遠で撮った方が、あの望遠で撮るとコンプレッション、コンプレッションって日本語で何て言うの、ね、基本的に例えばバックグラウンドにあるものをもっと近く、こう被写体がここにあってバックグラウンドが、例えば山がありました、人がいました、あの望遠で撮ったら山がボーンってこういうのが、だからコンプレッションってなんだね。すっごいでかい、だからそれで撮ったらすごい山とか後ろにあるものがすごいでかく見える。その代わりにワイドレンズ広角、おお覚えたでしょ、すごいでしょ、広角レンズを使ったら
エクスパンドするね、もっとボーンって大きくなるの。だから遠くにあるものはさらに遠くなって、高いものがさらに高くなるとか、人を取ってると大魔人になるみたいなね、そういう感じっていう感じなんですけど、この場合は多分広角で取っちゃうとすごい水玉がすっごいちっこくなるんだよね。だからそれも面白い写真になるかもしれないけど、多分こういうこう来てて、もうちょっと近く行って撮ったら、こういうシューってなってる写真が撮れると思うんだよね。水玉がシューって。あとシャッタースピードも関係もあるんだけど、っていう、なんか答えたかな。かな。じゃあジャッキー先生にもハワイカメラギフト券。あ、そうか。あ、じゃあ全然。じゃあジャッキー先生は後であのビール一本。ちなみにジャッキー先生も本当に僕の大先輩なんで、何かテクニカルな質問あったらもうすごいね、先生、そっちの先生聞いて。そう、なのでこのずっとちゃんとイメージをするっていうのがこれなんですけどね。これ合ってる、事前カジカって Google？ え？カシカ？え、これ Google トランスレートでこれで出てきたんだけど。漢字合ってる？ああ、まあいいじゃん。あのイングリッシュジャパニーズで、ジャパニーズイングリッシュよくあるから、これはあのジャパニーズイングリッシュジャパニーズね、これ。だ。マイウェイだからね、これ今はね、これカジカなんだよ。OK。 そう、あとは、あ、ね、そう、全部言ったかな。 How are we doing on time? Are we 大丈夫？本当？みんな大丈夫？みんな時間ある？OK。 で、このもう一個話があるんだけど、これあのイメージっていうの、あとね、あの I am a、 これもよく聞くんだけど、僕はフォトジャーナリストだって言って、まあ、こうやってこう綺麗にセットアップして、こうなんかポートレート風に撮るのもいいんだけど、僕はもう、まあ、ウェディングの中ではもうそうナチュラルで、何もその起こったものを撮るっていう人もすごい何回も聞くんだけど、まあね、ウェディングは僕はね、どっちかというとポートレートフォトジャーナリストって思うんだよね。ウェディングって特にあの日本人アジア系の人たちはちょっとこうプッシュしなきゃいけないよね。あのサジェスションとかディレクターをしなきゃいけない、ある意味監督なんですよね。自分の映画を一個の作品を撮ってる、まあ、それに関してまた後で話すんだけど、プッシュしなきゃいけないから、一回例えば本当のフォトジャーナリストって、例えばこの子を撮って、あ、ちょっとここに置こう、もうそれダメだからね、もう完全にダメなんで。でもウェディングってなんかこうそのまんま撮るっていうよりも、じゃあこうやってこうもうちょっと近くやって、じゃあそれ撮るとか、じゃあここに立ってくださいとかでやった方が絶対成功するから、そこでこうなんかこう意地を張ってね、そういうナチュラルライトでも、じゃあナチュラルピープルでもって言っても、一回もう、はい、じゃあそこに立ちましょうって言ったらもうアウトだから、言うならフォロージャーナルですね。だからまあ、だからじゃあフォトジャーナリズムでも、でもその話、フォトジャーナリズムでも、みんなこの写真って知ってます？見たことある？これあの2001年にプリッツァー賞を取ったあの写真ですけども、完全にあのフォトジャーナリズムの賞を取ったんだけど、エリアン・ゴンザレスって、もうね、もう15年前の話だけど、もうちょっと忘れちゃったけど、あの多分この子供とファミリーがイリーガルでキューバから来た、アメリカから来て、でなんかすごい何かの問題があって、あのキューバっていうの、日本でもキューバに帰らなきゃいけない、もうアメリカにいたらいけなくて帰らなきゃいけないっていう
問題ででも行かない行かないっていう感じで、でずっとなんかこうなんかが問題があって、最終的にこの SWAT チームが入っても無理やり連れて行ったあの話なんですけど、このでこれはその家の中で実際にここで撮った、このアラン・ディアーズっていう報道カメラマンが撮れたんですよ。でなぜアラン・ディアーズはここにいたか、これで完全に報道です。報道でも、もう この、あのこの時って2週間ぐらいすごい続いたんですよね。ずっとなんかこうあのアメリカはどうするとか、 軍がスワットとか入るとか連れされるとか、ネゴシエーションするとか、なんかいろんなあって、なんかファミリーがなんか家の周りにフェンスを作ったんだよね。誰も入れないようにフェンスを作ってて、でそのなった時代にもいろんな報道のカメラマンとかその周りに来てもずっとキャンプ、何か起こるか分かんないから、とりあえずすごい大問題に、すごいニュースに出てたやつなんですけど、まあ、これは 9-11 の前にね、2001年のだけど2000年に撮った写真なんだけどね。だからそれが大問題になって、ずっとみんなキャンピングして、そう待ってる待ってる、もういろんなあの記者からの報道カメラマンとかいて、2週間もこういうケースがあったんだけど、アラン・ディアーズは、まあ、とりあえず彼もラテン系だから、こうたまにファミリーメンバーとか家から出てこうタバコ吸いに出たりとか外に出てきてたのね。だからアランは普通にそこに何もカメラも持ってなくて、あどうとか、あのなんか普通のスモールトークでいろんな話をしたりとか、スポーツニュースの、まあ、その時も多分なんかあんまり見れなかったとか、そういうふうな、なんかそういうスコアとかフットボールのスコアとか教えてたり、なんかすごいあの仲良くだんだんこう距離を縮めていってたのね。だからある時にもうなんかファミリーメンバーが、じゃあアランお前はいいやつだから、じゃあお前だけいいよって言って、何かあったら中に入って入れるから入ってきてって言って、っていう感じになって、でこういうあるモーニングに、何か行うからアラン来てって言って、彼だけ呼ばれて家の中に入って、で本当にその朝スワットチームが来て入って、だからファミリーメンバー、このシーンだけど本当にあの報道カメラマン彼一人しかいなかった。でそれで撮れた。でそれでなぜが撮れたっていうと、まあ何を使っても、まあ何を使ってって、まあねっちゃ仲良くなったり、なんか予想をしてイメージに、最終的に何をしたかったっていうイメージをやって、だから自分がこの写真を撮れる環境にした。だからウェディングも全く一緒なんだよね。ただ例えば挙式中ではただもう立ってて、ああなんかあってて、ある意味こうね、あ次はリングチェンジだからここに立ってたらいけないとか、みんなしてるじゃないですか。みんなやってると思うんですけど、もちろんやってなかったら撮れないけどね。だからみんなやってるから、どんだけナチュラルに撮るでもイメージをして、イメージしたものをアウトプットで撮るっていうこと、それがすごい大事なのに、全部ステップで全部撮るときにそれを撮ってた方が絶対絵が変わると思うんですよ。だから自分が撮りたい絵を撮っていく、なんか操られて、例えば太陽の奴隷になって、ああもうこれしか撮れなかったとか、でそれでたまたま撮れたら、おーラッキーだねとか、ラッキーかな、プロカメラマンだよね、だってラッキーって、じゃあラッキー、誰でもラッキーだよね、ちっちゃいカメラ使ってラッキーとかなれるから。でもそのラッキーな写真をもう何かとか撮ってなきゃいけないというプロ、まあまあいいや、そういう感じなんだけどね。だからこれこの話聞いて、ああそうなの、すごい面白いなと思ったんだけど、ね、そういう写真なんだよ。イメージでウェディングフォトグラフィーの話なんだけど、あとね、ただの報道っぽく今度はウェディングのジャンルの中にはまる話なんだけど、ただ報道的に撮るっていうのももちろん一つの部分だけど、
一個の全体的に最初から入って最後までさよならって言うまでに、ただ報道的に撮ってるのって、じゃあゲストで隣でこう撮ってるのと何が違うのって思うのね。だからある意味ストーリーを作っていったらいいんじゃないかなと思う。そのウェディングストーリー、その1日のそのカップルのウェディングストーリーでね、ただ単抑えるんじゃなくて、映画もなんかこうつながってるストーリーとか、たまになんかこの宇宙なんかトランスフォーマーとかいろんなガーうわーってこうチェンジしてわー戦ってストーリーも何だか分かんないとかも、そういうふうなのあってすごい人気なんだけど、でたまにそういうあのウェディングフォトグラフィーもあるよね、いろんな綺麗な写真があるんだけど一個一個つながってなくて、何もまあ綺麗なんだけど見ていいんだけど、それ以上ななんかこの気持ちがないっていうのが、だからその気持ちが大事だと思うんだよね、ストーリーって。でこれは本当にもう先週に撮ったものなんだけど、本当にこの何カットでちょっとストーリーを感じるかなとか、いろんな想像してちょっと感じるかなとか思うけど、いやして、え、支度をして、めちゃマッチョやねちょっと違う目で見てるよね。彼はプロラグビープレイヤーなんだけどね。うん、支度して、最後にお支度してるのに、最後にやっぱりこうもらったあのギフトに、花嫁さんにもらった時計っていうストーリーなんですけど、ただ単ボンお支度シーンってもう限られてるジャンルの中で、ちょっとこうなんかこう組み立てるのもあるんだけど、自分も組み立てるのもあるんだけど、実際にここにあって、もう最初からストーリー的に撮ると思わないと最初と最後までつながんないじゃないですか。だから多分こっちも喜ぶと思うんだよね、やっぱり何年間も見て、ただ単いい写真でもやっぱりこういうね、なんかちょっと意味がある、あの結婚する前のウェディングギフト、花嫁さんからもらった新のギフトっていうストーリーなんやけどね。でタイムマネジメントなんですけど、そこがこの業界ってみんな知ってるかどうか分かんないけど、すごいユニークな、このジャパニーズハワイであるジャパニーズウェディングってある、なんかすごいユニークな何ものだよね、ものっていうか、なんていうのビジネスっていうか、まあ、ある意味ね、例えばアメリカヨーロッパとかカメラマン誰が来るかとか分かんないっていうのはありえないんですよ。やっぱりみんなこのカメラマンに撮ってほしい、だからこの人に頼むとか、必ずそうなんですよね。だってなんかウェディング当日行ってどのドレスが来るか分かんないっていうのあったらどうなるの。でもなんで、まあでもジャパニーズはそうなんだよね、まあ、ドレスは決めてもカメラマンは分かんないって。だからある意味まあ、ファストフード的な感じなんだよね。とりあえずじゃあこの会社にウェディングを頼んだらこういう写真が出ますよっていう感じが出し方してるんだけど、だからマックに行ったら、まあ、ビッグマックはどこに行っても同じ、ね、味ですよっていう感じなんだけどね。だからジャパニーズウェディングで働いてる、で僕ももちろんジャパニーズウェディングで働いてて、僕も同じ立場として話してるんですけど、ミュージシャンだと言ったらソロアーティストよりもこちらはスタジオミュージシャンなんですよね。スタジオミュージシャンって後ろのバックバンドやらサントラになってる一人のミュージシャン。だからうちら一人だけじゃないから、現場に出て
俺はロックスターだってソロミュージシャンだっていう立場で出たらちょっと違うんじゃないかなとか思うんだよね。みんなの現場で一緒に最終的の、ゴールはやっぱりお客さんをまあハッピーにさせるっていう、それが成功する。だから写真は一つの分野として、だからメイクもそうだし、まあ、リムジンやらコーディネーターやらそれぞれいろんな関わってるんですけど、みんな一緒に一緒に協力して一つのいいものを作るものだから、タイムマネジメントってすごい大事だと思うんだよね。後からつながってパーティーが押すとか、押したらパーティーが押す、それかその前にリムジンさんの仕事があって押して、リムジンさんもパーウェディングで一個一個で稼いでるんだけど、その人はじゃあ一個なくなった、押したからその場でこう去るわけでもないし、だからでその人も食べていくためにとか、だからもちろんイメージしてイメージしたものを取っていくけど、ギブアンテイクですよね。これも取りたいけど、まあ、とりあえずこれを取ってて、時間的にもそのイメージの中にも、この時間の中でこういう写真を撮るっていうイメージもあるよね。絶対にもちろんみんなすっごいなんか素晴らしいわーみたいなね、こう見てこう歌ってる声が聞こえるみたいな写真を撮りたいんだけど、撮れない時もある。だからそこでチョイスしなきゃいけないよね。そこで粘って撮るか、それかもうずっと最初から撮ってた写真は全体的な作品として、その一個のカットがどのぐらい大事かっていうのも全部判断して、自分で判断しなきゃいけないんだよね、やっぱり。だからどっちかというと、でたまに本当になんか押して、いろんな、まあ本当にいろんなシチュエーションがあって、いろんなことがありえるんだよね。もう押すのももちろんある、早く終わるのももちろんある。でも自分のせいで押したくないし、でそれでね、まあお客さんがハッピーになるか、自分の自己満で撮りたいかっていうのも多分絶対あると思うんだよね。あら、っていう感じかな。なんか答えになってんかな。いや、なってますね。本当？はい。僕の中では割と重要な部分で、うん、まあ、いい写真撮りたいもちろんなんですけど、うん、他に迷惑をかけるわけにはいかない。うん、その中での自分とのせめぎ合い。はいはいはい。もちろん諦める部分もあるし、うん、でもこれは撮っておきたいからお願いします。そうだよね。だからみんなギブアンテイクだよね。ちょっと押してもなんか次あるとかの確認して、すごい罠が入ってくるの。俺はカメラマンなんだよみたいな入って、俺が撮らねえととかさ、なるじゃないですか。やっぱりもうどうしてもなんかなっちゃうよ。まあ多分俺もこうなってるケースもあると思うんだけどね。やっぱり基本的にみんなのエブリバディのものだから。であとどのクライアントでも、でもウェディングでも報道でもファッションでも雑誌でも、クライアントさんがはい、じゃあこれ撮ってきてくださいって言ったら撮ってくるしかないよね。あ、ごめん時間がなかったみたいな、ストロボが動いてなかった、じゃあもう全然もう次から仕事ないですよね。だからプロとしてそれも全部の中に入れて、時間がなくても撮れてなきゃいけないんだよ基本的に。それは言い訳になれないと思う。かな。外れたね。すごい話すこと全然ないと思ったら、すごい話すこといっぱいあって、ごめんね。ごめんね。まあなので、だからまあその時間もあるし、ね、それもアスホールにはなったらダメなんだよ。英語で言うけど、多分ね、誰でもね、この現場どんだけ、まあ、あとカメラマンの話だったら、どんだけうまいカメラマンでも
嫌なやつだったら二度一緒に仕事したくないよね。いくら上手くても、いくら上手くても、その本当に嫌なやつだったらもう本当にとんでもないすっごい写真を、本当にもうありえないモーツァルト的なね写真が出てこないと、いややっぱり隣の人、やっぱりこの人の方がやっぱり楽しいし、だからでお金もかかんないしね、やっぱりみんなとフレンドリーでいて愛想もよくても、それが一番のつながりなんだよね。で一個質問があったのは、もっと仕事を、まあいいやいやいや、もっと仕事をこう来るために、コンスタントに来るために、やっぱり何が一番アドバイス、いいアドバイスがないって言ったら、できるだけいっぱい取れって思う。どんだけ安くても高くても、でも別にこう、いや自分の技術を安く売るっていう意味ではなく、この業界ってまあ若い者向けの業界だし、ウェディング写真の業界はでどん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 変化していくじゃないですか。ですぐに消えていくのが早いんだよね。もう消えていったカメラマンもすっごいいっぱいいるんだよね。でそれはなんで消えていったかっていうのは、その時代についていけなかった、ついていきたくなかった、俺はこうだから変わっていかなくていいっていうのも多かったと思うんだよね。だからでね、どんだけ高い、どんだけ安い仕事も僕は思うんだけどね、いい仕事をしてたら必ず何かにつながる、あと愛想もよくたら必ず何かにつながるんだよね。だから今すぐにここに何かつながらなくても、で僕はもうずっとすごい長く撮ってるんだけども、他のうちの、まあ、うちの会社っていうよりも全然いろんなところで撮ってきたんだけど、そういうカメラマンをフィーチャーする会社じゃなかったんですよね。他のところって結構じゃあこの人を売ろうとか名前を出そうとかそういうものは全然なくて、だからこう結構知られるのも長かったんだけど、とりあえずいい結果を出してて、いい結果を出してて、でだん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 こう、これは誰だったのとか誰撮ったのっていう感じでこう上がってきたんだよね。だからそこに関してもすごい誇りに思ってるし、マイク触っちゃったで、だからいい結果で、それも安い仕事もしてて、いろんな仕事もしてて、時間があれば全然やりますよとかで、あともちろんもう自分整理もねしてて、もうちょっと疲れるから毎日連続はそのもちろん休みも取ったり、でも俺はそんな値段でやらねえよみたいな、でもう全然空いてて全然何もできたったらやりますし、やっていかないと存在が薄くなってくると思うんだよね。でうちらフリーランスカメラマンって存在で仕事もらってるから、とりあえずね、いろんなものを取っていって、コンスタントで取っていった方がずっと長く生き延びるっていう質問答えだったんですけど、そうで、それでもう Be nice ね、そんなにあんまり好きじゃなくて、おーどうもーとか、でも普通に挨拶っていうのすごい大事だよね。おはようございますとか、こんにちはとか、全然お金もかかんないし、絶対仕事につながりますよ、フリーランスの皆様そうそうそう、だからね、まあ最終的にね、最終的にその前にね、まあ編集で最後のもうすぐ終わるからね最終的なアウトプットってカメラマンとしてすっごい大事だよ。なぜかというと、最終的なアウトプットしか人が見ないから、自分がいくらいい写真撮ってても自分しか見ないところがあって、最後にクライアントに渡すものが最終的に自分の技術の最終のことでしょ。だから
編集、今のねデジの時代は、前はフィルムはねフィルアブとか出してこうやってなんだけど、編集は大事やん。編集が大事で、ただで編集はただインスタグラムに入れてフィルターかけてポンはーいって、それじゃないですよ。絶対それじゃないんだよね。だってなんか意味がない写真で、例えば僕をここにあってでオールドフィルムをポーンってかけたら何みたいになるじゃん。なんか外でなんか分かんない、なんかねどっかの牧場にあったらそういうなんかあるじゃないですか。でそう、あの技術がすたらへんでっていうタイトルは、インスタグラムは今は流行ってるもの、流行ってるものじゃないですか。でそういうアナログ的な、そういうアナログ的な、なんていうの、フィルムっぽいものって僕らたちの、まあ、いろんなちょっとこう時代、あのなんていうの、エイジ、世代が変わるんですけどね、多分差があるけど、でもみんなフィルムがあった時って覚えてますよね。覚えてる。フィルムで撮った、でそういうあの写真でもって、そういう風なあの色合いとか覚えてる人たちって僕たち世代で、そういう写真を見てなんかちょっとほーっとする、なんか思い出すっていう、体の中で思い出すあの気持ちを出すから、そういうのがすごい流行ってると思うのね。ですごいあの簡単にできるもんだけど、でも次の世代で全然フィルムを全く知らなく、何もかもベビー写真がデジだった時からの世代はどうなるの。そんなオールドフィルムルックって見ても分かんないじゃん。だから全然その人の中には何もノスタルジックな気持ちもならないし、ほーっとしないし、なんか思い出さない、おばあちゃんのことを思い出すとか、そういうふうなのも何にもないじゃん。そうなったら私はあのインスタグラムでそういうやつをこうやってて、それは僕はそういうフォトグラファーなんだって、そうなったらもう古くなってるやん。だからある意味技術持ってたら、まあね、イメージはシャドウの使い、光の使い方、フォトローの使い方、それは古くならないよね、いつでもなって。でそれを持ってたら、まあ、インスタグラムみたいなやつも撮れるし、なんか次のなんかも何もかも撮れると思うんだよね。そこもサバイバル、うちはフリーランスはサバイバルしなきゃいけないから、だからそういうふうなものに集中するんじゃなくて、技術に集中した方があると思う。だから編集も覚えましょう。みんなすごい大事だよ。例えばね、これ、まあ、例えのやつだけど、これもフィルムで撮ったあの写真なんですけど、まあ、フィルムで本当に簡単にこう編集したら、これもまあ別にいいよね。で編集かけたら、ちょっとムード、本当にあんまりこう編集フォトショップボーンみたいじゃなくて、ただね、これが編集だと思うの。最後にとこう、例えばこの写真も見たけど、これ元はこのオリジナルのカメラから出た写真がこれなんですよ。別に It's OK、 でもちょっとムード変えて、ちょっと、もうちょっとね、こっちに見た方が綺麗なんだけど、なんかね、フィーリングかな。だから編集も大事。すごい早い大雑把な編集の話なんだけどね。だから基本的にもそういう技術を学ぶっていうのはめんどくさいし、あのね、新しいことをトライするのは怖がってたらダメなんだよね。だから僕の師匠もよく言ってたんだけど、あの必ずこれを見てて、必ず僕はいつも心の中に入れてるんですけどね、本当になんか怖がってたら自分がやりたいことをストップかかるよね、何もかも。だから新しいことって怖いじゃないですか。基本的に新しいものって、行ったことないところ、会ったことない人を、見たことないこととか怖いじゃん。
それはヒューマンネイチャーだけど、そこを乗り越えていろんな新しいものをトライして、ジジイになっても仕事が来るっていう感じで、みんな頑張りましょうっていう話でしたけどね。だから最後に言いたいのは、本当にカメラマンって本当に大変な仕事なんだよね。こうやってこういろんな大雑把にバーンって言っててもすっごい難しい仕事だと思うの、本当に。でもだからもう勉強して、もう練習して練習して練習して、もうすごい大変な仕事だけど、特にウェディングフォトグラフィーってみんなこうバカにする人たちもいると思うんだよね。ウェディングなんてっていう感じで、でもね、僕たちがする仕事ってすごいすっごい大事だと思うの。でね、ちょっとごめんね、ちょっと思い出すんだけどね、一回写真カップルに撮ってて、おばあちゃんが来れなかったって言って、日本からだしおばあちゃんが来れないって言って、だからおばあちゃんにも見せるためにこの写真を頼みました。ただのだからすごい綺麗ないろんなところも見えなかったから、ね、ガーデンとか、ビーチやらもいろんなところでおばあちゃんに見せたいんだよっていう感じで言って、あもちろんもちろんって言って、もう撮ってて撮って、でその後2週間後ぐらいに、2週間後じゃないや、1ヶ月後ぐらいだったな、してメールが来て、レスターさん本当に写真撮ってくれてありがとうって言って、おばあちゃんに見せてすっごいおばあちゃん喜んでたって、すごいもう涙流してて喜んでたって、でも残念ながら亡くなりましたって、その見せた次の日かなんかので亡くなりましたっていうメールが来て、すごいなんかもうね、ずんとくるじゃないですか、やっぱり。でそういうケースも絶対、言われてないメールも報告されてないケースも絶対あると思うんね。だから僕たちはやってることは大事なものだよ、本当にと思う、ね、それだけに、その一瞬だけでも人に幸せをできるものだから、まあね、っていうことで頑張ろうねです。さて質問あります？はい、はい、でもね、必ずこうちょっとね、お笑い系かね、そうこう見えてお笑い芸人みたいな感じなのはいはいはいって、必ず部屋入るときにわーいってこう入っていくんで、例えば自分も殺してでもそういうお笑い系の人で でもね、普通にただみんな多分基本的に撮られる人って緊張してますよね。だからもう普通に話す、普通に何も関係ない話とかすると、多分それだけだよね。で話し方かな。でまず自分が緊張してなきゃダメだよね。でもね、必ず現場に入るまで必ず緊張するのね。それも大事。緊張しなくなったらちょっとおかしいなと思うんだけど、でもこう人の前に出るときにその緊張さを出したらいけないよね。自分が緊張してるとそっちも不安になるし、だから自分がすごいコンフィデンスで行ってのが一番こうホッとさせる
と思う。クライアントが人間と人間の間だから、たまにこういくらフレンドリーで話してもちょっと緊張しててちょっとこうなる感じもあってても関係なく、うん、そうそうそう、うん、いい感じです。 JJ のギフト券、イエーイ。まだね、 OK、 ちょっといっぱいあるからどんどん渡していこうぜ。前ね、カメラのセッティングとかあるんだよね。だから前話してた、もしダイヤルプラスマイナスっていうのがあると思うんですけど、後ろが学校逆光の時に、あ、カメラが明るいんだ、もうちょっと暗く撮らないとって思うから、カメラは頭いいけどバカだから、こう教えなきゃいけないんだよね。だからそのプラスマイナスっていうダイヤル、多分使ってたカメラダイヤルがあったとしたらプラスにする。あとね、ちっちゃいコンパクトカメラでも、なんちゅうの、インテリジェントオート以外に普通のオート P モードってプロモードじゃないけどプログラムモードなんだけどね。でそれでいろんな、ストロボとかもオンとかオフとかもできるのね。インテリジェントオートだったら完全にカメラ任せだからそんな細かく調整できないんだけど、でそこで必ずプラスとマイナスのね、日本語で何て言うんだろう、エクスポージャーコンペンセーションって日本語で何て言うの、露出補正があるの必ず。だから逆光の時はプラス、うん、プラス1、まあ、1段1段半ぐらいからやったら、今テストだった、うん、でやったら必ず撮れる。あとね、コンパクトカメラだったら、まあ、これみんな多分ね今 あるウェディング会社でみんなやってるんだけど、例えば足元に当てて半押しして上に戻ってきたら、ここは結構ちょっと陰ってるじゃないですか。だから露出がそこにあっちゃうのね。半押ししたらその露出がロックされるので、そこで半押ししながらこう持ってきたらボーンってね。でもね、後ろがぶっ飛んじゃうけどね、言うけど。でも一個すごい間違ってるのは、いろんなところで、あ、暗いところでいろんなところでセットして、はい、こうなったら、被写体の距離もピントのやつがあるから、必ず足元とかに当てて撮った方がピントも合って撮るの。わかりましたっていうトリックもある。でもね、そう、あとね、まあ逆光だからね、あとはフラッシュそうそうそう、どうしてもね、後ろ飛んじゃうからね。ハワイカメラギフト券、JJ、どっちがいい ?JJ か。はーい、どうございます。イエーイ。全然いいですよ。おい。はい、全然聞こえない。編集ソフト。ライトルーム、うん、うん、基本的にライトルームすごい細かく調整したければフォトショップ、全体的なグローバル的な違い、明るくする、暗くするとか色とか全体的なことだったらライトルーム、細かくするんだったらフォトショップ。何のエフェクト？フィルター、フォトショップの？いや、まあ物によって全然、本当に物によって全然違うから、自分の作りたい絵によって何を使う、ベストを使うの。
まあカーボまあアルファチャンネルやら何やらいろんな、うん、後で後で来て、いいよ、人しかあげないよ。新しい行ったことない教会は初めて仕事で行くんですか？言いたいことわかる？うん。必ず下見するよね。Yeah? Don't you go?Jason, before if you go someplace where you've never shot before, go check it out first, right? うん。だってそういう感じで絶対しないと、うん、お金もらってる限りはそれぐらいな感じでしないと、やっぱり初めて行ったところって難しいじゃん。すぐそこでポイントをベストなつかめられないと思うし、できるけど、うん？まあできたらね、うん、本当に同じ状況な光の時に行った方が絶対いいと思う。行けなかったら？いや、行けないことはないでしょ。うん、ね、それでも大事だと思うよ、本当に。それぐらいをする、そこが分かれてくるんだよね、このグループとこのグループ。このグループとこのグループ、それぐらいな努力を入れるだけで全然変わってくると思う。で、次の仕事に絶対つながるよ。絶対つながるから。そんなどんなエキストラでも絶対つながるから。もっといい仕事つながるから。だからね、いろんなレベル、この業界いろんなレベルがあるじゃないか。ビギナーとかアドバンスとかレベルがあるじゃないですか。でもね、まあうちらもフリーランスアーティストみたいな人でも、サラリーマン、会社員でも同じようにスーパーに行って、食品とかも買わなきゃいけない、電気代も払わなきゃいけないでしょ。全く一緒でしょ。だからある意味お金がもらわないと生きていけない。でもこのうちらの業界って、まあ、いろんなバラバラでいろんなレベルがあるけど、だからどうしても一番下の値段から設定されるじゃないですか。一番下の、だからもっとお金欲しいんだったらその下を上げていかなきゃダメなんだよね、本当に。下に上げていくためには自分の技術を、それをじゃあこのそのお金ではできないっていうことを言えるような技術を持ってないとダメだよね。それがすごい大事だと思う。だからうちらが上げていかないとダメ。みんな all of us ね。僕たちのためになる。どんだけ上な人でも下がこう上がってきたらこっちこう上がるから。で、下の人もその上に超えるためにも、これも大事やん。ね。JJ かハワイカメラ。イエーイ。ありがとう。はい。あとは、お、マサさん。もう当然何ですか、事前にこうしたいなっていうイメージが自分の中であると思うんですよ。編集の中ですか？編集の話？うん。で、
違うやっぱり元の方がいいやみたいな部分もあるんじゃないかと思うんですけど、うん、最終的に出来上がったものはもう自分の好みで自信を持って、うん、これが僕のおすすめですって、うん、いいですか考え方でしょ。ルールみたいなのはあるんですか。あのね、クライアントが誰かによる。あ、そう、自分あのワントゥーワンでウェディングの話ね、ウェディングのカップルと自分の契約だったら、自分の色を買って自分を買ってるから。でももしクライアントがウェディング会社だったら、ある意味セームにしなきゃいけない、ある意味ね。だからあんまりなんかねクレイジーなやつにしてもダメだと思うんだよね。だから本当に下請けの仕事って、まあ、いくらカップルを取ってるから俺はカップルのために仕事してるんだって、それ違うんだよね。こちらは何々ウェディング会社から仕事もらってるんだから、そのウェディング会社のために取ってる。だからそのウェディング会社が望んでるものを渡さなきゃいけない。これが俺のベストショットだよ、全然いいと思うよ、はい、ありがとうございます。もらっちゃったね。本当 T シャツあるぞマサさんサイズはラージ、でもそれいい質問だった。本当にいい質問でした。オッケー。あ、はい。一眼じゃなきゃダメなの？全くビギナー？あでも今はやっぱりミラーレスじゃないですか。多分一眼レフのカメラって多分あと、まあ、10年ぐらいになったら消えるんじゃないかな。絶対10年後には消えると思う。まあ消えるっていうかまだあると思うよ。あのチューバーのハッセルブラッドとかまだあるけど、ミラーがある自体はもうすごい古いテクノロジーじゃないですか。もう100年、あのミラーです。これは一つのソニーのやつなんだけど、これもでフルフレーム、これが今世界一番ちっちゃいフルフレームのカメラなんだけど、でミラーがないからここのビューファインダーは液晶だから、何を撮ってる露出も変だったらこの中で全部見えるから、シャッター切る前に全部見えちゃう。だからこれから入ってくる新人カメラマンはこれが持ってても何にも分からなくても写真撮れるね。だって分かるから。これなんか 暗かったらこう回して明るく、これで設定したらいいんだもん、目でこう。すごいなと思う。ん？これはソニーは Aα7、 いろんなあるんだけどね、 Α7S とか R とか。まあこういうふうなのを望んでたらね、すごいクオリティを望んでたら、これはどっちかというと RX100 とかそういうもうちょっとちっちゃいレンズも全部ついてるやつ、ある意味ちょっとハイクオリティなコンパクトカメラの方が絶対いいと思う。何を見なきゃいけないかっていうと、センサーの大きさ、中のセンサーの大きさ。だからその例えばソニーのソニースポンサーしてくれないかな。ソニーの RX シリーズは1インチのセンサーなのね。普通のコンパクトカメラはすごい3分の1とかすっごいちっちゃいけど、1インチこれぐらいなんだけど、でもっともうちょっと高くなるとAPS-C ってこうもうちょっと大きくなって、これはフルフレームっていうのが大きくなる。センサーサイズでクオリティが全然変わるね。
で RX100 はすごいいいと思う。これいいですよ、昨日のウェディングでこれで撮っちゃった。JJ だよね。はい。はい。いろいろありがとうございました。いえいえ。私はカメラマンとかそういった写真を撮る仕事ではないんですけれども、イベントをしたりとかそういった時に記録を残さなきゃいけなかったりする。なので、プロじゃないですけど、写真を撮らなきゃいけない時があって、例えばこういうイベントの時にフォーカスしたいのは当然先生であったりその主役の方でも、会場的に例えばアラマルのコンベンションホールとかで大勢もいてそしてでもフォーカスっていう風にしたい時にはどういう風な今その被写体を撮りたかとか、なんかそういうアドバイスフォーカスってこうピントみたいなものなんですか？一番皆さんに、ターゲットといいますか、見ていただきたいのはやっぱりステージの上なんですけれども、やっぱり周りにもこんなに今日は参加してもらいましたというのをアピールしたかったり、でも記事とかにするのに何個もその参加者も撮ったり、先生も撮ったりってできないので、一つの写真でまとめたい時もあるんですけど、でもいっぱい人がいるように見える。でもこの逆に近くに行くと全然人がいなかったりしか見えなかったり、どういうふうにそのバランスっていうのがだから多分テイクアンドギブテイクアンドギブじゃないけどギブアンテイクだでその中間なんじゃないですかね。やっぱりねこう人も入れなきゃいけない、でも被写体もあんまりちっちゃくしなきゃいけないから、本当に前の人をぼかして全体的にこれは人間だよっていう見せなくても、見てる人はちょっとのシャドウでもこれは頭だなって分かるから、それだけでいいんですよね。本当にサジェスチョンみたいに。でその、メインの人も、いろんなね撮り方があるんだけどね、コンサートでもそういうのがあるんだけど、なったかな。いろんな撮った方がいいよ。って感じかな。多分もうねハワイカメラしかないけど、はい、どうぞ。OK。いい感じかな。もう時間 ？OK。あとはもう全然この後で終わってからでも全然質問アップしてくれて全然大丈夫なんで、あ。Before we go、 これ本当にありがとうを言いたいんですけど、ジョシさん、ジョシ、ランディ、KG back there、みんなハワイカメラの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。で、ハワイカメラの日本語ページができましたんで、jp.hawaiicamera.com、ちゃんとメモってね、みんな。全部日本語なんで全然気楽にどうぞ。お、And my data をこれね。 OK。